改めて誕生日おめでとう、バンブー。誕生祝いは気に入ってもらえただろうか。はいっす。バースデーケーキの大食い勝負なんて最初聞いた時は驚いたっすけど、手に汗握る競り合い、レースに負けぬ高揚感、もうたまりませんでした。結局私が負けちゃいましたけど、大体大満足っす。よかった。せっかくの誕生日だからな、楽しい時間を過ごしてほしかったんだ。あ、もしかして前に小栗先輩との勝負が楽しいって言ったの覚えててくれたんすか？ああ、私も楽しいと思っていたから、そう言ってもらえて嬉しかった。小栗先輩、お祝い本当にありがとうございました。美味しくてめちゃくちゃ熱くなれる最高の誕生祝いでした。そこで提案なんすけど、食後の運動がてらこれから一緒に走らないっすか？ああ、いいぞ。勝負だな。はいっす。今度は負けないっすよ。おお、聞いたぜ。お前さん今日が誕生日なんだってな。ふっす、稲荷先輩に知っていてもらえたなんてマジ光栄っす。もう悔いはねえっすよ。おいおい、まだ祝いの言葉も言ってねえだろうが。早まんじゃねえよ。ほら、茶の準備はできてんだ。食いに行くぞ、ついてきな。え、茶っすか？私のためにわざわざ？後輩のためなら何でもねえよ。べらぼうにうめえもんも用意してやったから楽しみな。人参たっぷり入れて甘く煮つけてやったぜ。これでお狐様も大喜びってな。遠慮はいらねえ、たんと食いねえ。私特製最強いなり酢。うおー、ケーキっすね。嬉しいっす、いなり先輩。